2番人気は8番ゴールドシップ。1番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。7番ゴールドシップ3番人気です。注目の1番人気。6番成田大進、パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。8番ゴールドシップ2番人気です。5番人気9番メジロマックイーン、これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。ついにここで頂点が決まります。ライブラ杯決勝、このレース最も人気を集めているのは秋の三冠馬娘6番成田大進、1番人気です。3番人気には三冠馬娘7番ゴールドシップ、対抗するのはここまで無敗三冠馬娘8番ゴールドシップ。実力は1番人気にも引けを取りません。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気6番成田大進、1番スーパークリーク、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はメジロマックイーン、3番手に2番スーパークリーク、3馬身離れて5番ゴールドシップ、差がなくナイスネイチャー、外目をついて7番ゴールドシップ、1馬身差3番成田大進、6番成田大進、並んでくる間もなく第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが、1番スーパークリーク、早くも先頭に躍り出た。続いてメジロマックイーン、その後2番スーパークリーク、大きく離れて5番ゴールドシップ、その後からナイスネイチャー、少し離れて3番成田大進、1周目のスタンド前にかかってゆく。6番成田大進、この位置につけています。8番ゴールドシップ並んできた、内から行く。7番ゴールドシップ意気揚々と先頭へ行きます。1番スーパークリーク、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、順位を振り返っていきます。1番スーパークリーク、まだリードをキープしています。続きましたメジロマックイーン、3番手2番スーパークリーク、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は相変わらず1番スーパークリーク、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、その後3、4馬身開いて2番スーパークリーク、2馬身差ナイスネイチャー、3番成田大進、追走外6番成田大進、面白くなってきたぜ。5番ゴールドシップ続いている、さらに外8番ゴールドシップ、さらにその内からは7番ゴールドシップ、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。1番スーパークリーク、まだ転戦し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭相手1番スーパークリーク、1馬身リード、1馬身差メジロマックイーン、その後3、4馬身開いて2番スーパークリーク、残り 1000m を通過、その外並んで5番ゴールドシップ、5番手3番成田大進、8番ゴールドシップ並んでくる。ここで一気に後続が差を詰めてきた。先頭1番スーパークリーク、レースはよどみなく進んでいます。1馬身差メジロマックイーン、そしてその外6番成田大進、参ります。お覚悟、大
第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰か。さあ外から先頭を伺うのは6番成田大志。400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはメジロマックイーン。6番成田大志完全に抜け出した。200を通過。8番ゴールドシップ追い上げる。6番成田大志リードは1馬身。6番成田大志足の裏へ。6番成田大進着差以上の強さを見せた。見事な勝利です。やりました。6番成田大進。2着は8番ゴールドシップ。3着は5番ゴールドシップ。ふん、私の実力思い知ったか。もっといけると思ったけど、ま、こんなもんか。